用オペレーターのススーロです。ドクターは各方面に精通していて、オペレーターたちの指導者って聞いたけど、医者の言うことはちゃんと聞いてもらうよ。プリムと申します。以前はラテラーの護衛隊に所属しておりました。あなたの矛となり翼となり、命をお守りするために戦う所存です。記者と捜査協定を結ばせていただきました。あくまで私個人としての行動ですので、どうか邪推のなきよう。もし呼び名が必要であれば、私のことをレイズと呼べばよいでしょう。私は誰ですと？どこで会ったか忘れた？なんですって？はじめまして、カシャのチャンネルへようこそ。え、ドクターの部屋では撮影禁止？分かったよ。こんにちは。私初めてこんな大きな移動施設に来たんで、ちょっと興奮気味です。あ、カーディ族のメイリーです。あなたがドクター？プリムと申します。以前はラテラーの護衛隊に所属しておりました。あなたの矛となり翼となり、命をお守りするために戦う所存です。私初めてこんな大きな移動施設に来たんで、ちょっと興奮気味です。あ、カーディ族のメイリーです。あなたがドクター？報道予備隊 A6 カタパルト着任です。さてさて、あんたはあの僕年次じゃなくて、尊敬すべきドーベルマン教官とは全然違うタイプ。そうだよね、一目でわかるよ。プリムと申します。以前はラテラーの護衛隊に所属しておりました。あなたの矛となり翼となり、命をお守りするために戦う所存です。私はフェン、槍使いです。新米チームの隊長もしています。ロドスの力になれるよう、チームメンバーと共に全力を尽くす覚悟です。何の用？ちょっとこんな大勢の前で言っちゃダメでしょ。普通の演芸士として扱ってよ。
罪なき人を巻き込まないように十分に準備して。加減はしますよ。僕の力の見せ所だね。君たちってただの動く生垣じゃん。オーキッド、はい。ウォーミングアップ、ここまでだ。前に進むぞ。一気に行くよ。どうぞ。邪魔しないで。僕をなめるなよ。綺麗な地形だね。このパンチを食らえ。ここかな。行かしら。冷静に。確か了解。諦めるな。で、ここだよ。どうぞ。目標補足。押せ！お前の叫びなんて誰にも届かねえよ。ここだ。アピールタイム。ミッションアカンプリッシュ。よし、完璧だわ。今日はゆっくり休めそうね。戦争の経験ですか。
確かに私には足りないものでした。礼を言います、ドクター。戦争の経験ですか。確かに私には足りないものでした。礼を言います、ドクター。
全員規律はしっかり守ってもらう。加減はしますよ。任せるわ。ええ、こっち向け。その目、弱点がバレちゃってるよ。あいつ、たぎれ。ロックオン。オーキッド、配置についたわ。初期化、治療モード適用します。前の叫びなんて誰にも届かねえよ。君たちってただの動く生垣じゃん。お、私の役目は刀を振るうことだけ。はい、ここは通さない。害虫だ。よかった、声を出すな。いくらでも待つよ。綺麗な地形だね。
ドクター、不用意に目立つことはやめましょう。経験ですか。確かに私には足りないものでした。礼を言います、ドクター。